こんばんは、ジェイドサトクリフです。では今日も5分間クロッキーを始めていきましょう。はい、では今日の絵はこれです。ではトレースからやっていきましょう。どうなんでしょうね。うつむいてる。あ、そういう問題じゃないんか。カメラアングルの問題なんですかね。その辺がいまいち僕まだわからないんで、こうかな。鼻がここですもんね。こっち、まあ、とりあえずこれ手でしょうね。久しぶりにちょっと骨格から描いていきましょうか。背骨がせっかく見えてるし。ここ肩でしょう。で、前腕筋、じゃあ上腕筋か、これで肘で前腕筋リストがあって拳ですね。すごく難しいですね。ここが肩甲骨っていうことはここですよね。肩がわからん。肩これなんかな。全くわかんないです今回は。背中を描いていきましょう。お尻ですね。お尻。大腿筋。大腿筋の下。膝があって、すね、ふくらはぎがあって、かかと、土踏まずを描いて、足ですね。反対側は、大腿筋があって、もうすぐ膝ですね。膝、ここまで膝ですね。で、すねがあって、こんな感じかな。かかとがあって、あ、そうか、でもこれはよくよく考えたら、前回と同じポーズのはずですよね。っていうことはやっぱ飛んでなかったんですね。何のことを言ってるかというところですよね。この人はどんなポーズをしてるのかっていうのをずっと考えてたんですよね。で、どんなポーズをしてるかというか、何のためにこのポーズをとっているかっていうのをずっと考えてたんですけれども、結局わかんなかったんですよ。違うなぁ。すごいですね。もうカチ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 ってコントロール Z ですよね。もう最初の頃のコントロール Z を扱わないとかって言ってた手はどこに行ったんでしょうね。もう全くですね。気にしないですね。あれなんですよね、多分線を気にしないタイプの人間なんですよ。枠とかを気にしないとダメなんですけどね。絵を描くに至ってはダメなんでしょうけど、気にしないと。じゃあこの辺か。足になったな。絶対に違うな。もっとこうなんか。で、この辺かな。
で膝。ふくらはぎですね。で、かかとがあって、あ、5分測るん忘れましたね。久しぶりですね、5分測るん忘れた。実はね、何回か昔というか、この動画を上げる前に、5分測るん忘れて書き直したりしてるんですよ。でも、もうここまで書くと、その気が全くないと。もう一回同じ絵を描く気はないので、適当なところで今日は止めますが。こんな感じでしょうか。ちょっとこの辺が気に入ったかな。こうなると何分で読めたらいいかが分かんなくなるんですよ。かといって、でその突き詰めて書くっていうのもできないですし、どっかでお話したと思うんですが、10分以上録音したところ10分以上録音してしまうと不具合が生じるんで、どんなスペックでこの作業をしてるねんって感じでしょう。どんなスペックでもやろうと思えばできるんです。こうかな。消してみましょうか。ちょっと頭がちっちゃいな。こんな感じなのかな。ちょっとでかいかな。こんな感じかな。はい。ほい。ああ、本当はもっとこうなんですね。多分。こんな感じでしょうか。はい。ここか。はい。では、多分これで5分ぐらいだと思いますので、今日の動画はこれまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。使っているソフトやツールなどは動画概要欄に載せておきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。